はいどうも、ワンソクチューブです。いや出ちゃいましたね、ラブ4プライム、いわゆるラブ 4PHV って感じで日本では発売されるんじゃないかと思いますが、私自身ね、2019年5月にラブ4のガソリンモデル GZ パッケージが納車されているので、これはね気になりますよね。ってことで他にもね気になってる方いっぱいいると思うんで、どんなモデルになってるのかっていうのね、私がちょっと、分析してみましたのでお届けしたいと思います。まずはですね、このプラグインハイブリッドのラブ4、ラブ4プライムっていう名前で、海外で発表されましたけれども、2019年に発売された時点のラブ4では結構ね不満があったんですよね。それもう動画でもまとめてますんで、下の詳細欄に貼っときますんで、興味ある方見ていただければと思うんですが、海外モデルでは、ついているのに日本初期導入モデルにはあえて外されてる装備っていうのが結構あったんですよね。それがやっぱりかって感じで、後付けで、商品力上げてきてるっぽいんですよね。なので、初期型オーナーが不満に思ってたところっていうのが解消されて、このラブ4プライムとか、あとその時点で年次改良とかが入った、ラブ4が、発売されるんじゃないかっていうふうに予想されるんですけれども、まあ、ラブ4プライム、ラブ 4PHV が、どんな、改善されているのかっていうのも、見てみたいと思います。まずね、ラブ4プライム、ラブ 4PHV ってどんな車ってところなんですけれども、2019年に発売されたラブ4では、2.5 リッターのハイブリッドと2リッターのガソリンモデルがラインナップされていました。で、今回発表されたラブ4プライム、まあラブ 4PHV はですね、2.5 リッターの、プラグインハイブリッドになっています。まあ、プラグインハイブリッドって何かっていうと、まあ電源からね、コンセントみたいなのでジャコンと挿すと、バッテリーに充電ができる、ハイブリッドとなっています。なので、普通にね、ハイブリッドとしても走ることができるし、充電されている状態だったらモーターだけで、結構な距離を走ることができるっていうのが、プラグインハイブリッドの、メリットになっています。こちらのね、ラブ 4PHV は、ハイブリッドと同じ 2.5 リッターのダイナミックフォースエンジンを搭載しているんですけれども、さらにですね、新開発の大容量リチウムイオンバッテリーとかですね、あとモーターの大容量化をはじめ、まあ、高出力を可能とする新たなプラグインハイブリッドシステムが導入されています。なのでシステム出力はラブ4ハイブリッド車を83馬力も上回る、まあ、トップレベルの302馬力、まあ、225kW を達成していると。で、加速性能がねこれすごいんですけれども、まあ約0100でですね 5.8 秒と、で普通のラブ4ハイブリッドは 7.8 秒と2秒以上も早く、0100の加速を達成しているということで、かなり速いです。このね0100が 5.8 秒って、ホンダのねシビックタイプ R の 5.7 秒と大差ないレベルなんで、 SUV でねそんだけ速ければ、まあ、十分なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載してるんですけれども、床下にね、搭載することで、普通のラブ4と同等の室内空間を確保していると。で、さらに低重心化によって走行安定性も、向上しているっていうことですね。まあ、先ほども言いましたけれども、プラグインハイブリッドなので、充電がですねチャージャーで、家庭とかですね、あとはその、EV スタンドでできている状態だと、航続距離がなんと62キロも走ることができると。要はエンジンを使わないで EV だけで62キロも走れちゃうということなんで、ほぼ日常ユースはこれでね、足りちゃうんじゃないかなと、エンジンかかんないで使うことができちゃうんじゃないかなと思います。まあ、さらにねこの大容量バッテリーの利点を生かして、まあ最近ね、台風とか地震とかいろいろありますけれども、そういった災害時に停電した時なんかですね、ラブ4の、このプラグインハイブリッドでですね、最大 1500W の出力が可能で、まあ、コンセントがラブ4についてますんで、そこにね、家庭で使う電気として、供給する外部給電機能も搭載しているということですね。まあ、昨今ね地震や台風などで自然災害でね、避難所生活とかを余儀なくされている方も多いんですけれども、まあ、転ばぬ先の杖としてね、こうしたインフラになり得る車っていうのは、意外とね重宝されるんじゃないかなと思います。そして、エクステリアのね質感も大幅にアップしています。で、私もね、初期型のラブ4で不満だったあれも取れるんじゃないかなってところですね。ちょっと見てみましょう。
エクステリアでもね、通常グレードと差別化が図られていますね、このプラグインハイブリッドは。まあ、専用の、グリルとですね、ロアバンパーが、装備されます。まあ、通常グレードとは異なるメッシュグリルが、与えられていてですね、これもね、結構スポーティーな印象になっています。さらにね、メッキのフレームがね、今回ついてますね。これによってさらにね、質感が上がった感じもします。そしてね、初期型の私が乗っている、まあ、GZ パッケージと比較してみると、グリル周りにメッキの加色もありませんし、フェンダーアーチモールがね、無塗装素地なのに対して、ラブ4 PHV ではですね、メッシュパターンのグリルにメッキフレームも追加されていて、さらにフェンダーアーチモールとかね、前後のバンパーの一部はピアノブラック化されているということで、まあ、これもね、海外モデルではフェンダーアーチがピアノブラックになっている画像も出回ってましたが、まあ、今回のね、PHV で、まあ、晴れて日本にもこのピアノブラック化された、エクステリアのラブ4が導入されるんじゃないかなというところですね。さらに、ラブ 4PHV ではですね、新衣装の19インチアルミホイルが採用されると。このねデザインもいいですよね。初期型のラブ4ではですね、ガソリンモデルのアドベンチャーと GZ パッケージでは19インチアルミホイルが選べたんですけれども、ハイブリッドモデルでは18インチまでしか選べなかったんですよね。それに対してラブ 4PHV では19インチが選べるっていうのもまたね、ハイブリッド買った人は結構ね悔しい思いをするんじゃないかなと思います。でこのね、PR で使われている、画像なんですけれども、スーパーソニックレッドっていうカラーを新規設定していますと。それに、ボディ下部をブラックに塗装して、ブラックのルーフと合わせて引き締まった効果を狙っているということですね。さらに、個人的に注目しているのがライン状になった LED イルミネーションランプ。まあこれ、まあ、フォグランプみたいなもんだと思うんですけれども、これがねフォグランプなのかデイライトなのかちょっとわかんないんですけれども、バルブ式だったね、初期型のラブ4のフォグランプに比べてはるかに質感がよく見えますよね。これもね初期型オーナーとしては悔しいポイントです。そしてですね、これは私の予想なんですけれども、海外仕様ではね初期型からパノラミックビューモニターが採用されていたんですけれども、日本ではねあえてねパノラミックビューモニターなかったんですよね。これも悔しいんですけれども、で、耳タブミラーが強制装着になっていたんですけれども、こちらのね、ラブ 4PHV ではですねパノラミックビューモニターも採用されるんじゃないかなと思います。でこの画像を見てもね耳タブミラーじゃないんで、まあ後出しでね、装備を充実させてくるんで、このね PHV にも、パノラミックビューモニターが採用されるにあたって、通常のね、ガソリンとかハイブリッドモデルにも、採用されて耳タブミラーがね取れるんじゃないかなというふうに、ちょっと予想しています。まあ、パノラミックビューモニターがあると、耳タブミラーが外せるというね保安上の、日本の法律がありますので、まあ、今回のねプラグインハイブリッド登場に合わせて、このねパノラミックビューモニターも日本で装備できるんじゃないかなと。まあ、CHR もねそうでしたからね、初期モデルではパノラミックビューモニターなかったのにマイナーチェンジで、ついてね、耳タブミラーじゃなくなったっていう経緯もあるんで、ラブ4もそんな感じになるんじゃないかなと予想します。まあ、これはあくまで個人的な予想ですけどもね。さらに内装も不満を大きく解消してくるんじゃないかなと思っています。トヨタのね、プレスリリースにもあったんですけれども、ヘッドアップディスプレイを採用と。そして大型の9インチのディスプレイオーディオがラブ4で初採用と書かれていました。まあ、カローラツーリングとかカローラから始まったディスプレイオーディオなんですけれども、それが今回のねプラグインハイブリッド以降のラブ4にも採用されるということですね。さらにこれもプレスリリースに書いてあったんですけれども、日本のね初期仕様ではまたこれも外されていたパドルシフトも今回新設されるっぽいです。まあ、プラグインハイブリッドには付くとプレスリリースには書いてありましたね。まあ、海外仕様なんで日本仕様ではもしかしたら、異なる場合もあるんですけれども、まああえて書いてあるってことは日本仕様でもね付くんじゃないかなと予想をします。さらにねこれが羨ましいんですけれども、発表された、海外仕様の画像ではですね、シートベンチレーションのスイッチが見えていますね。初期型のねラブ4ではアドベンチャーにしかシートベンチレーション装備不可だったんですけれども、非アドベンチャーの、このプラグインハイブリッドにも、シートベンチレーションが付くと
ということで、まあ、このね、プラグインハイブリッドが、いわゆる、ま、上位、最上位グレードみたいな感じで、全部乗せ、まあ、欲しかった機能が、全部乗せでやってくるということで、まあ、後出しで、まあ、追加されて、不満を解消したモデルを出してくれてるのね、本当ね、商売がうまいなっていうふうに思います。まあ、やっぱりかーって感じですね。まあ、出し惜しみしないでね、初期モデルからつけといてくれよって思うんですけれども、まあ、うまいですよね。これ、まあ、後から買う人にとっては嬉しいことなんじゃないかなと。で、初期モデル買っちゃった人はね、もうすっげえ悔しいんですけども、もう悔しかったら買い直すっていうぐらいのね、気持ちでもいいんじゃないかなと思います。まあ、高く売れるうちにね、売っちゃって、まあ、買い直すっていうのもね、一つの手ではないかなと私は思ってます。で、これもね、予想なんですけれども、海外仕様ではね、最初からついてる雨滴感知ワイパー、もう、日本初期モデルではこれあえて外されてたんですけど、これもね、遅れて入ってくるんじゃないかなと予想してます。まあ、これもね、あくまで予想ではあるんですけども、まあね、海外ではね、雨滴感知ワイパー最初からついてる画像が出回ってたんで、これもね、日本仕様であえて外されてた装備の一つなんで、これもね、後付けで入ってくるんじゃないかなということで、内装においても、初期型の不満を大きく改善して、商品導入されるんじゃないかなと思います。まあね、昨今ね、ピュア EV なんかも、出てきていますけれども、まだね、日本のインフラでは充電環境がね、かなり厳しいので、航続距離なんかも含めてハードル高いんじゃないかなと考えてるんですけれども、このね、プラグインハイブリッドならば、まあ、ガソリンを入れれば普通にね、ハイブリッドとして動きますし、航続距離も全然長いので、EV はちょっとなって考えてる人にも、このね、ラブ4 PHV はかなりね、魅力的に映るんじゃないかなと思います。続いて気になる価格の予想なんですけれども、まだ発表されてないんでね、わからないんですけれども、まあ、個人的な予想なんで、まあ、参考程度に聞いていただければと思うんですけれども、ラブ4のハイブリッドモデルが、まあ、326万円から388万円っていう、価格レンジになっているので、それよりは高価になるっていうのは間違いないと思います。で、プリウスとプリウスのプラグインハイブリッドの価格差が約65万円となっていますので、まあ、それをそのまま当てはめると考えれば、まあ、もしかしたらもうちょっと高い可能性もあるんですけれども、まあ、ラブ4のプラグインハイブリッド、ラブ4 PHV の価格は、まあ、390万円から450万円くらいのレンジになるんじゃないかなと予想しています。まあ、そうなるとね、結構上位車種、まあ、ハリアー、まあ、来年ね、フルモデルチェンジが予想されているハリアーとか、レクサス UX とか NX あたりともかぶってくる価格にはなるんですけれども、ただ、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金っていうね、まあ、いわゆるあの PHV 補助金みたいなのが、今はあるんですけど、発売時点でもまだね、それが有効だったら20万円程度の補助金が支給されるかもしれません。で、さらにエコカー減税とか環境性能割なんかも含めると、30万円ぐらいの補助金になる可能性がありますので、まあ、そうなってくるとね、多少なり価格差の部分は縮まってくるんじゃないかなと。まあ、65万円分の価格差だったのが、まあ、30万円とか40万円ぐらいの価格差になるんだったら、まあ、まだね、込み込み500万円いかないぐらいで、収まってくる価格帯なんじゃないかなと思います。続いて、ラブ4 PHV の発売日なんですけれども、トヨタの公式発表では、日本ではですね、2020年夏と、欧州では2020年後半の発売を予定しているってことなんで、日本とアメリカでは2020年夏ってことでざっくりしてるんですけれども、まあ普通に考えて6月から8月ぐらいなんじゃないかなと思います。まあとなるとね、新型ハリアーの、フルモデルチェンジが、まあ、5月ぐらいとかっていうふうに噂されてますので、それと被ってくるタイミングなので、人気がね、二分するというか、どっち買うか悩む人っていうのがまたね、出てくるんじゃないかと思いますが、まあ、ワンソクチューブとかね、まあ、ブログのワンダー速報でも、新型ハリアーとラブ4の比較なんかも、やっていきたいと思いますので、気になっている方はね、チャンネル登録、ブログの方もブックマークお願いいたします。私自身もね、ラブ4 GZ パッケージ、納車されて半年になりますけれども、まあね、ぼちぼち、当初の予定では売却という予定になってますんで、またね、ラブ4からラブ4に乗り換えちゃってもええんやでって私も思ってますんで、
まあ、私のね後追いで、まあ、そんな感じになる人もいてもいいんじゃないかなと、まあ、私ちょっと買うか分かんないですけどね。まあでもどんどんまた車買うチューバーとしてですね、いろんな車買っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はこの機会にぜひチャンネル登録お願いいたします。 Gmail にログインしている状態だとチャンネル登録できますんでね。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。